はい、今私がいるところはですね、マリンポート鹿児島のですね、先端部分ですかね。ここをずっと行くとですね、はい、歩き取りします。今日はですね、7月の8日、時刻はですね、2時58分。さっき、あれしてくれた、トンビだ。トンビ、いいですね、いいですね。映ったけどね、画面じゃね、わからない。いいですね。大きな、あれで見てないとわからないかもしれないけど。いいでしょう、のどかで。はい。スズメがね、ベンチに止まって。消えた。別動画でもしたけど、このベンチに座ってみましょうかね。ここ。今ね、だいたい3時だけど、今ほら、なんかインフォメーションが鳴るみたいですね。1時間おきに。こういうね、あれが、インフォメーションがね、時々ね、著作権なんとかで引っかかるときありますからね。ちょっと、ちょうどほら、正面に、ここ、マイクがありますけれども。ここ座らんであれですね。行くことにしましょうかね、あっちにね。ですね。ここはほら、プールになってるんですよ。プールというか、水遊び場ですね。で、ここに、噴水があってですね。こうして、噴水には近づかないでくださいってありますけど、これぐらいまではね、いいと思います。ほら、止まったがね、出てきましたね。これね、デジタルでね、2倍ぐらい。ちょっと根元をずーっとダウンしましょうね。こんな感じになってますね。ライトアップされるみたいですよ、ここは。そしてですね、ここを右に行きます。こう右に行くとですね、これオブジェじゃないんだけども、私がここを通るときは必ず、画面の中に入れるようにしてますけどもね。何でしょうかね。この水は飲めませんって書いてありますけど。あれかも。こういう芝生に水をまくためのあれかもしれませんね。はい。でですね、ここをずーっと行くとですね、自動販売機ですね。はい、これから右行きますよ。ここはもう、見ての通り広場。結構ね、ここでね、子供たちがね、走り回ってるっていう感じ。ほんで、お母さんとか、いわゆる保護者たちはですね、ここの影のところにですね、座ってですよ。で、子供たちを見守って、ほんで、スマホで写真を撮ったりしたりしますよ。こんな感じですね。こっちからこう見ると桜島はこんな感じ。やっぱり桜島があると落ち着きますよね。ありがたいですよ、私たちは。はい、さっきのところからですね、ちょっと10メーターぐらい離れたところ。で、ここにはあれですね、水道。足をほら拭いたりするところ。で、こっちから少しずーっと来ると、
桜島とさっきの噴水ですね。でここにはポットに入った何とかちゅう花。はい、こういうやっぱ花なんかがあると助かりますね、私なんかもね。ここさっき言ったみたいにですね、日曜祭日なのかな、あのここにあのそこのほら滑り台なんかもね、あのオープンされるんじゃないですかね。もしかするとまだコロナの影響でそれをしてないのかもしれません。そこはちょっとねはっきり分かりません。かねて、ああ夏休みになった頃にそうなるのかもしれませんね。はい、横天気ですよ。はい、こっちをぐるーっと回る感じになりますね。はい。ほんとあれ、開口図。まだあれですね、花がまだ咲ききらないですね。あ、開口図のところにですね、見えますかね。カマキリがいますよ。見えますかね。あ、逆光だな。逆光、逆光、逆光、逆光。これですよ。わかりますかね。ここ。あれ、指が映らん。別なとこ映しとっとけ。ちょっと待って、ああ、映してましたね。もう一回押しますよ。ここ、ここ先。カマキリ、カマキリ、カマキリ、カマキリですかーってあれですよ。カマキリです。はい、そうです。カマキリの子供ですね。カメラマンのね、なんかね、本能中がですね、こういうのを撮りたがるわけですよ。ほら、こういう。こういうの、こういうの、こういうの。子供になったような感じですよ。こういう感じ。あ、ここにもいた。見てください。ほら。ちょっと待ってくださいね。見えんけ。これ、これ、あ、見えんごになった。カマキリですよ、カマキリ。こういう時にね、あれが、画面がね、わかるでしょう。シルエットで。あ、今下に、シャゴ、あの、あれ隠れましたけど。ちょっと撮らしてよ、カマキリくん。わかるかな？いやいや、ちょっとね、このカマ、あのカメラのどこにいるかわからない。だけど映ってると思う。はい、ごめんね。はい、アングル変えます。あれですね、こういうところにもやっぱりほら、生態系っていうのがあるんですね。ますますあれですよ。早く来い来い。キャノンの F、R7。時々間違えますからね、私はね。はい、これがね。まあそんなにほら大きくはないけど、あ、この木。トゥートゥルルトゥートゥルルチ。いやいや、あのもう、そろそろですね、最後のカットをこう考えてるんですけど。あ、もうちょっとこっちですね、右ですね。こんな感じですかね。はい、ということですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。